very bizarre. His arrows point in a direction. Occasionally also, he stops to photograph roomfuls of bones, which means that he's very, very deep inside the catacombs. So basically, he's filming what he's seeing very deep inside the catacombs, other than the point of view shots, or pictures of human bones. The catacombs for centuries. So it is possible with these paintings that we may be able to retrace his itinerary to some extent. After about four, we hear his breathing get louder and louder, as though something was scaring him. He's frightened. Occasionally he stops, perhaps to try to decide which way to run among all the many different corridors. He's running faster and faster and faster, deeper and deeper into the catacombs. And all of a sudden, this video camera, jeg ser jo ikke noen ting. Var jeg ikke så på lyset? Nei, det var ikke det. Jeg tror det var så tåkete eller så doggete på ruta. Skru på! Ok, den på der. Den på. Sier du det? Hva er det? Nei, nå løper vi i skogen. Fy faen, så du det? Jeg som heter bare. Skal vi stoppe? Jeg har noen. Ja. Det har stoppet, ja. La oss åpne opp bagasjerommet. Ja. Så du hvor det ble, eller? Nei. Faen, jeg fikk han det. Overalt. ちょっと怖いとこに来てます。こちらは数年前に倒産した病院なんですが、なんとこの中で写真を撮ると必ず不思議なものが写るということで、地元の若者たちの間で話題になっている場所なんです。その不思議なものっていうのは一体何だと思いますか？そうなんです、この建物は中に入ると必ず
心霊写真が撮れるそういう場所なんです。以前この中で心霊写真を撮影したという若者に話を聞いてきました。あのここら辺でその有名な心霊写真が写るスポットっていう感じであったんで、まあ、ちょっと仲間とノリで行っていくことになって、それは実際写ってました。これなんですけど、これはっきり、あ、これはあの友達の彼女を白く塗って変装してもらって写真を撮ったんですけど、このはっきりしてるのと別で、あ、うん、まさか本当に映るとは思わなかったんで、で一応まあこれ撮ってからなんですけど、はい、友達の中で体の具合が悪くなってはいたりとか、あとこの彼女ですね、友達の彼女なんですけど、この子はあれ以来連絡が取れなくなったみたいで、なんかちょっとすごい気持ち悪いなみたいな。それだけではないんです。実は先日この建物の中で一人の男性が階段から転落して救急車で運ばれるというそういう事故があったんです。怪我をしたという男性に取材をしてみると、正直あまりよく覚えてないんですよね。バイト仲間4人で、はい、まあ、肝試しに病院入ったんですけど、一人になんかなっちゃって、はい、宿も真っ暗な病院の中で記憶が途切れちゃって、かすかにでもちょっと記憶に残ってるようなことってありませんか、うん、何か。赤いものが見えた気がしますね。赤いものですか、ね、うん、あとあそこの病院に自分のデジカメを落としてきましたね、はい、それは取りに行こうとはしてないんですか。もうちょっと嫌ですね、このように怪我人が出たということで、この建物は危険であると先週この廃病院の所有者が取り壊しを決定した曰く付きの場所なんです。嫌ですよ。写真撮ってくるんですか、こんな中入って。やめましょうよ。やだな、暗いな、怖いな。帰りたい。この先にちょっと入ってみたいと思います。こう埃っぽいような、なんか空気がよどんでる感じがすごくします。本当に心霊写真が撮れるかどうかいくつか写してみたいと思います。が落としたカメラですね。何か不気味なものが映ってます。なんだろう、
あっち、あれ、誰かいる。